演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、ファミリーマートの紅茶ラテを飲みたいと思います。カフェラテとはまた違うラテシリーズ最後、今日は期待が持てますね。ミルクティーが好きなので期待が持てますね、という意味ですよ。さて最後のラテはどうなるのかな。では飲んでみます。ラテという名前ですが、やっぱりミルクティーですね。ミルクティーが好きな方にはおすすめできますが、ラテとミルクティーの違いがちょっとよくわからないですね。ラテじゃなくミルクティーじゃダメなのかな。というわけでこちらも点数させていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。エンブ編へ。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。